キネシオテープを使ったテーピングのレキネシオテープとはアクリル系粘着剤を用いた伸縮性のある綿やアクリルのテープで運動による障害や疼痛を治療する目的で使われる。キネシオロジーテープ、k ープ、KT、英語ではエラスティックセラピューティックテープとも呼ばれている。2008年にテレビでの露出を通じて大衆に普及した。医学界からは プラセボを超えるエビデンスはないと評価されている。健康な筋肉と同じ伸縮率を持つテープであるとされており、筋肉に沿って貼ることで効果を発揮するとされる。テープを貼ることで体内に隙間ができて、リンパ液の流れが良くなり、それにより新陳代謝が改善し、自然治癒力が高まり、貼っておくだけで筋肉の痛みやこり、怪我、手術後のうち出血の治りが、 早くなると主張されている。米国公認会ロプラクターのカセ建造が1970から80年代に開発した。彼の会社がキネシオのブランド名で商品を販売し、ジェネリック商品がキネシオという言葉を使用するのを防ぐために法的措置を講じている。キネシオ IPLLC が商標のキネシオテーピングとキネシオを所有しており、 加瀬健造が会長を務める一般社団法人キネシオテーピング協会が普及を図っている。慢性的な筋骨格痛がある人の場合、キネシオテープは痛みの緩和に役立つが、他の治療法に勝るものではないことが示されており、慢性痛の身体障害を軽減するというエビデンスはない。医学のコミュニティと科学的会議主義のコミュニティは、キネシオテープには利点はあるが、 プラセボを超える実証可能な科学的エビデンスはなく、疑似科学的治療であると明言した。主なメーカーは、ピップ・フジモト、日版、日東電工、アルケアなど、カセ・ケンゾーは現代医学に疑問を持っており、リウマチ治療の超低音量法でテープを使って変形した関節を元に戻すという話を聞き、興味を持って研究し、リウマチの原因は筋肉であると思うようになり、 テープで固定せずに筋肉に沿って貼るという方法を考え出した。キネシオテーピング協会はこの治療法は人間の体の動きの科学的研究であるキネシオロジーから来ているとしている。キネシオテーピング協会はキネシオテープを使ったテーピングをキネシオテーピングと呼び、これは単なるテーピング技術ではなく皮膚、筋肉、筋膜、リンパ等から 多角的に人体や障害を診断できる技術であるとしている。2008年北京オリンピックと2012年ドンドンオリンピックで選手に無料で配ったことで一気に人気が上がり、キネシオテーピング協会はキネシオテーピングの基礎知識から指導員までの4段階の民間資格を発行し、様々なセミナーを行っている。ありがとうございます。